皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創造者の斉藤舞香です。今日もね、本番が終わって無事に帰ってまいりました。外ではね、花火の音が聞こえますね。今ね、8時40分回ったとこなんですけれども、花火の数がすごく増えてきたので、もうすぐフィナーレなのかなと思います。今週撮ったお月様やトムジェリー号を皆様にね、花火のBGM とともにお届けできたらなと思っています。今日はですね、ラッキーなことに、はい、神戸線の方で、はい、トムとジェリー号に、一緒にね、出会うことができました。やっぱりね、トム推しの、はい、私としてはすごくね、可愛いなと思って見ています。小さい頃ね、なんとはなしにずっとアニメを見てたんですけども、ジェリーも可愛いよ、可愛いけど、やることがコテンパンにトムをやっつけちゃうじゃないですか。でトムがね、なんかちょっとかわいそうでね、飼い主さんにいつもね、なんかボロクソに言われてるのがね、なんかね、切なくていつもトムを応援してました。でもトムとジェリーは決して仲が悪いわけじゃなくて、トムはトムでジェリーにこう優しさを持って接してる。でジェリーはジェリーでいたずらっ子なんだけども、トムとの友情がねあって、いざという時にお互いを助け合う、そんな仲っていうのはいいなとは思っています。でも私はトム推しです。はい、ということでですね、出発のシーンも、このようにね、映させていただいてますけども、可愛いんですよ。この神戸線で私が一番好きなやつは、この海の上でね、浮かんでるね、はい、トムなんですけどもね、が、好きだなと思って見ています。可愛いですよね。こっち側はね、進行方向ね、なんですか、三宮向きなので、はい、ジェリーとタフィーが運転しているんですけど、反対方向はトムとジェリーになってて、ジェリーがハンマーみたいなやつをね、木槌みたいなのをね、背中に隠し持ってるっていうところでですね、まあ、いつかね、このね、トムジェリーのね方の先頭車両の方をね、じっくりとね見て回りたいなと思うんですけど、やっぱり梅田方面にね向かう方っていうのはね、なかなか人が多くって、ゆっくり写真を撮るのは難しそうな感じです。でもまあ来年の3月までやってるのでね、トム推しとしてはしっかりとトムのね、はい、勇姿を収めに行こうかなと思っています。写真はたくさん撮ってるんですけどね。でこれはね、帰る時にね、京都に向かう時にだったんですけど、向かいを宝塚線をね、ちょうどね走ってるトムジェリー号を撮ることができました。今日は3番街の方にも行ったんですけども、今週回った各地ですね、はい、仕事でたまたまあちこち行くことがありまして、今高槻が映ってたんですけど、これは、今映ってる電車はですね、単純に私が乗り間違えました。川西の方に久しぶりに行ったんですよ。っていうか宝塚方面の方に仕事があって行って、その帰りに川西の方に足を伸ばしてスタンプをして帰ろうと思って、スタンプをしたまでは良かったんですけどね、トムジェリー号に会えたところまで良かったんですけどね、これ何ですかね、この電車と出会えたきっかけというのがですね、川西の瀬口で乗り間違えまして実は梅田に向かったつもりが宇根野に行ってしまいました。だから一の鳥居って、そう、ずっとね、本番の、録音を聞きながら電車に乗ってたので、あ、座れた、よかった、混んでたからよかったと思いながら、夕方ね、もう梅田に向かうだけだなと思っていたので、はい、油断してたんですけど、聞けば聞くほど知らないなんか駅名で、いろいろ名前変わってるじゃないですか。服部とかも服部天神かなんかに名前変わってたりとかするから、駅も名前が変わったんだな、こんなに変わったら分かんないなと思って、一の鳥居まで来て、これはさすがにおかしいと思いまして、はい、降りて戻ってきて、川西の瀬口まで戻ったところで、さっきのトムジェリー号に会えたわけなんです。まあ不幸中の幸いというか、転んでも立てれば起きないって感じですね。はい、で、各地ね、今週はい、仕事で行った時にはスタンプね、をさせていただいたりとかしていました。なんだかんだでね、もうすぐ全部たまりそうな感じですね。なんかね、スタンプラリーの参加賞っていうのがあるので、それも楽しみなんですけどね。はい、ということで、花火の数も増えてまいりましたが、昨日のお題、皆様いかがでしたか？星って結構難しいですよね。
月に対しての例えがね星なので、じゃあ星に対してのこの交わし方というのはその先に行かなければいけないですかね。星雲とかアンドロメダ銀河から離れてかなとか思ったりいろいろしています。はい、それでは皆様またね。